12月8日現役ドラフトが開催されました。阪神から退団する選手、そして獲得した選手発表されています。阪神が獲得した選手の阪神での起用法など掘り下げて見ていきたいと思います。まずは現役ドラフトで阪神から移籍が決まった選手から見ていきます。現役ドラフトでは昨年陽川選手が移籍して大竹投手を獲得しました。今年の現役ドラフトでは馬場投手が読売ジャイアンツに移籍することが決まっています。2017年にドラフト1位で指名されて来季7年目を迎える28歳の選手です。昨年の陽川選手もそうですけれども、1軍での実績がある選手、そして同じ年にもしっかりと活躍した選手が移籍するというような流れが2年続きました。馬場投手は2020年は32試合の登板で防御率が 2.08、 30.1 イニングで四死球16、奪三振率 8.01、 この年が一番いい成績、キャリアハイの数値になっています。そして2021年44試合の登板で防御率が 3.80、 47.1 イニングで四死球17、奪三振率 7.42 という数値になっています。今シーズンに関しては19試合に登板して防御率 2.45 とまずまずの成績を残しています。2軍スタートとなったんですけれども、2軍でいいピッチングを見せて1軍に昇格して1軍でもまずまずというようなピッチングを見せました。ただ阪神タイガース中継ぎがもう12球団でトップというぐらい盤石なリリーフ陣になっておりまして、勝ちパターンに入るというところまでは、まあ、正直まだまだ距離があるのかなというような印象があります。そして馬場投手、最終登板11月1日の試合でも2失点してしまったということですね。まあ、少し印象が悪い感じでシーズンを終えてしまって、そのまま現役ドラフトということになってしまっています。まあ、阪神の中ではなかなかこの勝ちパターン入るとか、まあ、相当難しい感じではあるんですけれども、読売ジャイアンツは現状中継ぎを立て直さなければいけないというようなフェーズに入っていますから、阪神よりは登板機会が得られる可能性は高いと思います。もともと馬場投手他球団であればという声っていうのは結構上がっていました。では続いて対談に対してのファンの声見ていきましょう。ファンの方々の声ですけれども、馬場投手であればある程度の選手を獲得できる、まあ、そんなトレードができるぐらいの選手だったと思うし、ちょっともったいないなという声は上がっていますね。現役ドラフトの前から馬場投手候補には上がっていたものの、ちょっともったいないんじゃないかという声は結構上がっていました。そして秋山投手が現役ドラフトの筆頭候補というような感じでかなり名前が上がっていたわけなんですけれども、馬場投手の方がもしかしたら2人以上出ていて、馬場投手の方が人気だったから指名されたという可能性はあるかもしれません。そして阪神だと正直馬場投手の登板機会っていうのはものすごく限られるだろうし、まあ、本人のためにも今回の移籍っていうのは良かったんじゃないかと、まあ、年齢的にもあと何年やれるかわからないというぐらい、まあ、今が全盛期というような年齢ですから、まあ、そういったところで移籍できたっていうのは本人としてはプロ野球選手としては良かったんじゃないかという声も上がっています。そしてカイル・ケラー投手が中継ぎの軸として、まあ、戦ってきたわけなんですけれども、このピッチャーが退団決まっているということもありまして、同じ右の速球派の馬場投手、必要な投手だった気もするけれどもというような感じで、やっぱり阪神ファンからちょっと惜しいなという声は上がっていますね。そして馬場投手の場合はいらないから出したというような感じで阪神が放出したわけではなくて、やっぱり馬場投手の力っていうのは必要だし、でも他球団の方が活躍できる機会があるだろうし、だからこそリリースしようと、まあ、そういった流れになって、まあ、阪神としても、まあ、ちょっと惜しいとは思いつつもリリースということになったんじゃないかという声が上がっています。そして読売ジャイアンツのファンの方々からすると、巨人は現状中継ぎがかなりのウィークポイントとなってしまっているからこそ、この馬場投手実績があって2023年のシーズンもある程度活躍していると、こういったピッチャーを取ることができたのは、まあ、本当に大きいなということですね。まあ、巨人ファンの方々からすると馬場投手大歓迎という感じになっています。では続いて阪神タイガースが現役ドラフトで獲得した選手について見ていきましょう。昨年は現役ドラフトで阪神タイガース大竹投手をソフトバンクから獲得して大ブレイクしました。そして今年はオリックスバファローズから漆原選手を獲得しています。このピッチャーは2018年に育成ドラフト1巡目で入団したピッチャーで、支配下枠に上り詰めて来シーズンは6年目を迎える27歳のピッチャーです。ストレートとフォークが持ち味の速球派のピッチャーで、一時期は平野投手と抑え候補として争うくらい、まあ、かなり球団からも期待されたピッチャーでした。2020年は22試合に登板して防御率が 3.42、 23.2 イニングで奪三振率 11.41、 四死球13という成績。そして2021年34試合の登板で防御率が 3.03、 35.2 イニングで奪三振率が 5.8、 四死球14という成績になっています。
そして直近今シーズンで見てみましても16試合に登板して防御率が 3.00 と、まあ、まずまずという感じではありますけれども、これまで比較的中継ぎピッチャーとして実績もあるピッチャーですね。そして直近でも1軍でしっかりと結果を残していると、まあ、全体的な成績、そして直近の成績見ると、まあ、結構馬場投手に、まあ、右ピッチャーでフォークも投げるということで結構似ている部分っていうのはあるのかなと、まあ、年齢的にも比較的近い選手ですね。このウルシアラ選手に関しては予視球がちょっと多いという点がやや不安要素でありまして、まあ、オリックスで大ブレイクというところを期待されたんですけれども、ブレイクしきれなかったという感じですね。まあ、そして宇田川投手であったり山崎投手とか、まあ、こういった中継ぎの同じ右ピッチャー、こうしたピッチャーがブレイクしていったというような感じになっていて、現役ドラフトということになりました。投手の育成にはかなり定評がある阪神タイガースですから、まあ、大竹投手が阪神に移籍して、より、まあ、速球で勝負するようになって大ブレイクしたということですね。このウルシアラ投手に関しましても、かなりポテンシャルを期待されていたピッチャーですから、まあ、2年連続現役ドラフトから阪神で大ブレイクというような可能性っていうのも期待できるピッチャーです。では続いて、獲得したこのウルシアラ投手の阪神での起用法どうなっていくのか見ていきましょう。ウルシアラ投手はこれまで先発で登板した機会っていうのが1軍では1回もないということですね。阪神タイガースでもおそらくリリーフでの登板ということになると思います。阪神のリリーフは岩崎投手、そして梶谷投手、岩貞投手、石井投手、島本投手、及川投手、桐敷投手ということですね、まあ、かなりリリーフピッチャー豊富な阪神タイガースです。ケラー投手がまあ同じ右ピッチャーで抜けてしまったとはいえ、来シーズンは浜地投手であったり湯浅投手、こうした同じ右ピッチャーの復活っていうのも期待されています。来季のブレイク候補として、まあ、同じ右で変則の岡留投手、まあ、このピッチャーもかなり名前上がっていて岡田監督も期待しています。平田コーチも来年ブレイクするぞというふうに話していたということですね。かなり期待されていて強烈はかなり熾烈になっています。まずはウルシアラ投手の位置づけとしてはやっぱりバックアップのリリーフピッチャーということになってきます。まあ、1軍でいきなり投げるということであったり、まあ、勝ちパターンとか、まあ、そういったところはもう少し遠いのかなっていう感じであります。まあ、ただですね、落ちる大きなフォークがあったりとか、ストレートに力があったりとか、セットアッパーとしての要素を十分に持ったピッチャーでもありまして、もしかすると阪神で大化けするんじゃないかと、まあ、それくらい期待できるピッチャーですね。まあ、体格的にも身長も180センチ以上あって、まあ、落差のあるフォークとかこの辺りっていうのが磨かれていけばっていう感じですよね。まだ27歳と、まあ、若いピッチャーでありますから、2軍でまずは抜群の成績を残して、そこから1軍に昇格と、こういったステップっていうのを期待したいですね。湯浅投手とか浜地投手とか、まあ、同じ右のピッチャーの調子が上がってこないっていうことも、まあ、来年可能性としては十分考えられますから、まあ、もしそういったことになって、まあ、キャンプとかオープン戦でしっかりとアピールできれば、いきなり開幕1軍勝ち取るとか、まあ、そういった可能性っていうのもゼロではないのかなという感じですね。まあ、ただ2021年からまあ本人も話している通り、まあ、ちょっと投球の力が失われている、投球に力を伝えきれないというような状況が続いておりまして、ここからなんとか復活できるかという、ここが重要なポイントになってきます。以上です。